でどうも PDR さんです久々に「えマジ?」ってことが起きました何でもその前に是非高評価とチャンネル登録よろしくお願いします これは、ゼットリー氏がツイートしたものなんですけど、うん。とある YouTuber が、サイトストックというサイトを通して自身の YouTube チャンネルを売ろうとしたんですよ。チャンネルを売るのは確かにちょっとグレーゾーンだけど、動画にするほどのことじゃないでしょ最高利益418万円。ペット系 YouTube2 チャンネルの上渡最高で418万円も稼いだのになんで売っちゃうの もうもかってないのそうでもないみたい。だったら売る意味がちょっとわかんないんだけど。チャンネル運営者の希望価格は4400万円, 4, 万円誰も買わねえだろいや、わかんないよ。もしかしたら、さんが買うかもしんないじゃん。確かに。で、月間売り上げは162万円。もし、その売り上げを継続できたとしても、多分無理。元を取るのに2年以上かかんじゃん。人件費は30万円。人件費って、ペットのこと が問題とされている点です。人気コンテンツであるペット猫を動画のテーマにした youtube チャンネルの譲渡になります。本案件は当チャンネルに出演している猫が譲渡対象となります。はあ<ぁ>、猫は金儲けの道具じゃなくて生き物なんだぞ。うん。散々稼がせといて美味しい思いをしてきたはずなのに、用が済んだら物のように売るのか。この鬼悪魔ゴミクズ野郎セイントアンガー。まあまあ落ち着いて。 現在、飼育を担当しているディレクターは上渡対象外となります。飼育係の人も対象だったらもっとやべえよ。上渡後には、このチャンネルを永続的に人気コンテンツにする方法を教えますので、チャンネルの収益を伸ばしながら、さらにチャンネルを増やしていくことも可能です。YouTube で永遠にお金を稼ぐコツ知ってるのに、なんでチャンネル売っちゃうのもしかしたら、チャンネルを作り上げて売るビジネスをしてるかもしんないよ。ああ<ー>ところでさ、 なんてチャンネルなのこの投稿にチャンネル名が書いてなかったから、サイトに直接行ってコンタクトを取ろうと思ってたけど、投稿が消されてた。怪しい。確かにちょっと詐欺臭いんだよな。収益化1ヶ月で達成したんですよ。まあ無理じゃないですけど、なんかね、ちょっと怪しいんだよな。あと、これも、まあ、もしかしたら書き間違えたのかもしれないけど、最高売上月がチャンネルを始めた2ヶ月前、ますます怪しいな。 では、これについて、本物の猫がどう思っているかを聞いてみましょう。シナモンパンクさん、とあるユーチューバーが自身のチャンネルと、そのチャンネルに出てた猫を売ろうとしたことに対してどう思いますか何かご意見ありますかなるほど。 貴重な意見ありがとうございますすいません、ラテニアンさんとあるユーチューバーが自分のチャンネルとチャンネルに出演していた猫を売ろうとしたことに対してどう思いますか何かご意見ありますか <noise> ありがとうございますあの、パフパフさんとはあまり関係ないですけどとあるユーチューバーが <laughs> 質問質問拒否ですかわかりましたすいませんお時間ありがとうございます最後に猫を道具のように売り飛ばすのは本当にひどいことだと思うんですけどこれのおかげでオアコンキッズチャンネルにも少し希望が見えてきたと思うんですよこれとキッズチャンネルが何の関係あんのだってキッズチャンネルも再生数取れなくなったらチャンネルと子供を一緒に売ればいいおいちゃっ <music> 君が好きだと叫びたい。スラムダンクの映画まだ見てないといえば ?YouTuber を信用するなパーカー、スウェット、絶賛発売中です。シールとスマホケースもあります。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。メンバーシップもやってるよ。皆さんはこれについてどう思いますかぜひ意見をお聞かせください。あと、前回の動画とその前の動画はぜひぜひチェックしてください。では。